ウィリアム・タイロン・ウッズは、アメリカ合衆国フロリダ州出身の、元プロ野球選手。メジャー昇格を果たせなかったが、1998年から2002年に、韓国プロ野球、久保で、通算174本塁打と活躍。2003年から、日本プロ野球のセリーグ球団横浜ベイスターズに2年間所属し、2005年に、中日ドラゴンズへ移籍すると2008年に、 対談するまでの日本球界6年間で、通算240本塁打王を記録し、本塁打王を3回、打点王を1回獲得した。久保 NPB の両方で、本塁打王、打点王の2冠王に輝いた、唯一の選手である。1988年の MLB ドラフトで、モントリオールエクスポズからドラフト5巡目で指名を受けて、契約し、プロ入り。ボルチモアオリオールズ。 ボストンレッドソックスを渡り歩いた。1996年には、レッドソックス参加の2アンペアトレントンサンダーで99試合に出場し打率。312.25本塁打と好成績を残したほか、27歳で迎えた1997年シーズンには、レッドソックス参加の3アンペアポータケット、レッドソックスにて29試合出場で打率。 352.9本塁打を記録したが、守備面で問題を抱えていたため一度もメジャー昇格は、できず、1997年シーズンまで10年間に、渡り19段を渡り歩いた。大韓民国のプロ野球リーグである久保リーグに、外国人選手制が導入された1998年に、第1回外国人選手ドラフトで、 OB ベアーズから任意指名を受けて入団して、以降、2002年に退団するまで5年間で、通算打率、295.174本塁打、510打点の成績を残した。中でも、通算174本塁打は2016年時点で、久保リーグの歴代外国人最多本塁打記録であり、横浜移籍後の2004年には、東亜日報にて、 フェリックス・ホセと共に、韓国プロ野球史上最強の外国人選手と紹介されたほか、2016年に同志が、プロ野球ファン1000人を対象に実施した、歴代最高の外国人選手を問う、アンケート調査でも348票を獲得して1位に輝いている。登録名は、宇宙で、韓国時代はファンから、黒熊のニックネームで親しまれていた。 1998年は来館1年目で、長尚伊佐が保有していた韓国記録のシーズン41本塁打を更新する、歴代最多の42本塁打を放ち、本塁打王、打点王の2冠を獲得した。同年10月8日には、韓国プロ野球記者協会により、外国人選手としては初めて同シーズンの最優秀選手に選出された。ナオリ洋とは、 韓国球界時代からライバル関係で、李は後に、日本球界でも読売ジャイアンツに所属して2006年に、ウッズとセリーグ本塁打王を競い合ったが、後に、当時の自分の目標は、本塁打王や打点王ではなく、ウッズに勝つことだったと述べている。2001年は、久保オールスターゲームにて、ソロ本塁打を含め4打数4安打を記録して、MVP に選出された他、 レギュラーシーズンで打点王を獲得した。また、サムスンとの韓国シリーズでも4本塁打を放ち、トサンベアーズの韓国シリーズ優勝に貢献して MVP を獲得した。これによりウッズは韓国球界における初のトリプルクラウン達成者となったが、同年オフには年俸を不満として、トサン球団に対し、来季は韓国でプレーしないと揺さぶりをかけていた。 一方で当時、後の所属球団である中日ドラゴンズは、山田久志新監督の下で、主砲候補として、新外国人の補強を狙っており、当時の一軍打撃コーチ、佐々木京介はウッズを、レオゴメスに続く、主砲候補として高く評価していた。佐々木は、同年10月23日から、ウッズの獲得に向けて調査する目的で奉還し、 翌24日から開幕した、土産対サムスンの韓国シリーズを観戦したが、当時ユーズは一塁手以外の守備位置についておらず、当時、中日の一塁手には、ゴメスや山崎武史、大宝安明がいた。一方で、当時の中日の補強ポイントは、外野手だったため、山田監督は、打撃面だけなら、申し分ないが、獲得は保留する。本人が承諾すれば、 同年11月の浜松周期キャンプで外野手として使えるか守備テストを行い外野手として使えるなら獲得すると方針を決めた結局ウッズは日韓協定により11月いっぱい拘束されることとなったため最終的に中日はウッズ獲得を断念しウッズも登山に残留することとなった2002年は年俸23万千ドルオプション10万ドルの 報酬を受け取っていたが、同年は打率25。256.25本塁打、82打点と期待外れの成績に終わり、シーズン終了後には米国に帰国して、最高の待遇をしてくれなければ、韓国でプレーしないとして、日本球界進出を模索するようになった。これに対しと三球団はウッズに対し電話で、年俸凍結で再契約すると伝え、 クワクホンギュ団長は、東亜日報の取材に対し、去年と同じで、韓国で、プレーしないという発言はコケおどしだろうが、契約する気があるのなら、保留選手締め切り期限の2002年11月30日までに、返信してほしい。同日までに、ウッズから契約の意思が伝わってこなければ、他の外国人選手を探すと述べていた。 一方で同年オフには千葉ロッテマリーンズが同年、限りで退団したフランク・ボーリックの後釜となる、長距離打者として、ウッズの獲得に向け調査していたが、結局ロッテではなく、口述のように横浜へ入団し、ロッテは4番候補として、元横浜のロバート・ローズを獲得した。2002年12月9日にスティーブ・コックスと共に、横浜ベースターズとの入団交渉が合意に達した。 ことが発表された。この時すでに33歳であった。1年契約で、当時の推定年俸は5000万円、背番号は44で、年俸とは別に契約金、出来高として、最大1億5000万円程度のオプションも、設定された。なお同時に入団したコックスの契約内容は、遺跡金100万ドル、年俸275万ドルの3年契約と、ウッズより、 はるかに高額な契約だったが、コックスは故障もあり満足な成績を残せずわずか1年で退団している。2003年1月29日には、神奈川県横浜市内の球団事務所内で、コックスやマットホワイトサイドと共に3人で、新外国人選手の入団会見に出席した。シーズン開幕前は、同じ一類種の座を争うコックスが、 現役大リーガーだったため、外国人枠の関係上ウッズは、コックスの控えという位置づけだったが、そのコックスが、ギノワン春期キャンプ中に怪我で離脱すると変わって4番に、定着した。開幕当初こそ韓国に比べ変化球の制球力に、優れる日本の投手たちに戸惑ったが、球を長く見ようと意識を改め、高木唯一打撃コーチからの助言を受け右方向への、 流し打ちを意識したことで外角の変化球を引っ掛けることが減って、好成績を残せるようになり、5月には月間 MVP を獲得した。最終的には100打点には届かなかったものの、アレックス・ラミレスと共に40本塁打を、放ち本塁打王を獲得した。また久保 NPB で本塁打王を獲得した、史上初の選手となったが、 これを達成したのは2020年シーズン終了時点で、ウッズただ一人である。同年11月13日には、前年から倍増となる年俸100万ドルの一年契約で、翌シーズンの契約を締結することに合意した。来日2年目の2004年シーズンは、他球団から徹底的にマークされるようになったが、45本塁打を放ち、 タフィローズと分け合う形で2年連続の本塁打王を獲得したほか、打点も100を超え最終的に103打点をマークした。2004年10月8日に、米国へ帰国する前に、来季も日本でプレーすることを希望するとした上で、来シーズンからの2年契約、年俸大幅アップを要求したが、球団側は2年目の契約を解除できる条項を盛り込んだ上で、 バイアウト方式による2年契約を提示したため、折り合わず、山中正岳球団戦務は、現時点では2年契約はない。金銭面も外国人選手に甘すぎるところがあったとして、ウッズの要求を受け入れなかったため、交渉が決裂する形となった。結局は、高齢得点圏に弱いことなどから合意に至らず横浜を退団した。 その後は中日ドラゴンズに加え、同年オフに、主砲ジョージアリアスが対談した阪神タイガースなどが、オファーを寄せていたが、横浜対談が、決定的となった直後に、産経スポーツは、ウッズは前年オフに、横浜から中日へ移籍したドミンゴ・グスマンと、代理人が同じという関係から、移籍先は中日が本命と報道していた。結局、 中日球団の白井文豪オーナー、西川淳之助球団社長らは、西ブライオンズとの日本シリーズで敗退した直後の2004年11月1日までに、ウッズの獲得競争に名乗りを上げ、2004年12月2日には、球団史上最高額となる年俸5億円2年契約で、ウッズを獲得したことを発表した。中日遺跡の背景としては、ウッズ自身が、 優勝できるチームでプレーしたいと考えていたことに、加え、中日は、翌2005年に、球団史上初のリーグ連覇、1954年以来51年ぶり2度目の、日本一を目指していた一方で、レオゴメスが退団して、以来は長距離打者不在が懸案となっていたことから、課題点の長打力を補強することを目標としており、ウッズと入団交渉を進めて、獲得にこぎついた。 2004年12月14日には、セバン号が横浜時代と同じ44番に決まったことが発表された。なお、中日時代の2006年には契約交渉などで代理人を務めていたアメリカの法人が2003年1月に代理人契約で、ウッズが受け取った年俸などの6%を報酬として受け取る。契約を解除した場合はその時点で、 未払いの報酬金を支払うとする契約を締結したが、ウッズが翌2004年12月に中日入りした直後に契約を解除され、契約金から報酬を支払われていないとして、報酬6。霊園の支払いを求めて名古屋地方裁判所へ民事訴訟を提訴しており、中日退団後の2009年3月2日には、東京地方裁判所が被告、ウッズに対し、 原告、代理人へ、約1300万円を支払うことを命じる判決を言い渡している。2005年8月6日の対横浜戦で、観客席の横浜ファンが出した、マネー、返せ、の挑発的なプラカードに奮起し、来日初の1試合3本塁打を放つ。4番打者として、本塁打を起こそのがしたが、チーム1位の38本塁打を放ち、2年連続の、 100打点と初の打率3割も記録。しかし、5月5日の対ヤクルト戦で、藤井修吾の頭部付近への投球に激怒。右方を殴って、退場処分を受け、さらに10試合出場停止という処分を課された。ウッズの不在が、出場停止期間に始まった、交流戦で大きく響き、チームは、うずり脱中の2勝8敗と大苦戦を強いられた。 ウッズは出場停止期間明けの5月18日に復帰したものの、すぐには調子が上がらず、打線もつながりを欠き、同年のチームは交流戦の低迷ぶりを、交流戦と揶揄されるほどで、リーグ戦再開後には持ち直したが、最終的には、半身に及ばずリーグ連覇を逃すこととなった。2006年、来日当初から指摘され続けていた勝負弱さを、克服。 開幕当初は、不審も、自己最多の47本塁打を放ち、2年ぶりの、本塁打王と初の打点王を獲得し、リーグ優勝に大きく貢献。古巣の横浜相手には、特に強く、打率。372、本塁打12本を記録。マジック1で迎えた10月10日の対巨人戦では46号、先制3ラン、47号満塁本塁打を放ち、 7打点を挙げ、西沢道夫の持つ、シーズン本塁打球団記録を更新し、優勝を決めた。144打点も、球団新記録で、プロ野球史上歴代6位の記録であり、2020年現在、最後の140打点達成者となっている。北海道日本ハムファイターズと対戦した、日本シリーズでも全試合4番を務め、打率は、 267と悪くはなかったものの本類打0、打点は0で、日本一にはなれなかった。同年12月19日には優勝旅行先のアメリカラスベガスで契約公開交渉を行い、1年契約年俸6億円で合意した。2007年8月16日の大阪新戦で、下柳剛から来日通算205本類打を放った。この年より、 セリーグに導入されたクライマックスシリーズではファーストステージとセカンドステージ初戦でホームランを放った。日本シリーズでは日本一になった第5戦でこの試合の唯一の得点となる平田良介の犠牲フライでホームを踏み最後の打者となった小屋の栄一の二ゴ頃でウィニングボールを掴んだ。同年オフには残留で基本合意し、 2008年1月4日には、現状維持の年俸6億円で1年契約を結んだ。2008年、交流戦前から調子が上がり始めたが、交流戦後に再び不審に陥り4番を、森野正彦、西部から移籍した和田和弘に譲り、時にはスタメンを外れた。9月4日のヤクルト戦にて9界表に30号2点本塁打を放ったことで、 外国人選手としては、日本球開発となる6年連続30本類代上を記録し、最終的には来日以降6年連続35本類代上を記録したものの、35本類だ、77打点とともに来日以降最低の数字に終わった。また同年は得点圏打率、227と、勝負弱さが際立ち、チャンスで凡退する場面が何度も見られ、 高額な年俸に見合った成績とは言えなかった。当時39歳と、高齢なことに加え、守備面の不安、体力の衰えから、中日球団は同年限りの解雇を検討していたが、クライマックスシリーズでは7試合で5本塁打を放ち、活躍した。そのため、球団内部で、新外国人選手獲得よりうっずと、再契約する方がいいという意見が紛失し、 落合博光監督も戦力として必要かと言われれば必要だろうという見解を示してはいたが、単年契約で年俸300万ドルをベースに残留交渉する方針を固めたものの、ウッズは自分にもプライドがあると原報を拒否した。結局、2008年11月4日に中日は、 正式に来期の契約を結ばないことを発表し、同年12月2日付で、日本野球機構より自由契約選手として公示された。当時の中日打線には、シーズン30本以上の本塁打を打てる打者が、ウッズ以外にいない状態だったが、落合監督以下首脳陣は、フリーエージェント選手の獲得、大物新外国人の補強はせず、既存戦力もしくは、 ドミニカ共和国を中心とした将来性のある外国人選手などで大砲不在の状況を克服する方針を決めていた。そのウッズの穴埋めとして獲得したのがドミニカ共和国生まれで米国株リーグ出身のトニー・ブランコで、ブランコは来日1年目の2009年シーズンこそ契約金500万円、年俸3000万円の1年契約だったが、 同シーズンに全試合で4番打者を務め39、本塁打、110打点で、本塁打を、打点王の2カノーを獲得し、ウッズの穴を埋める、大活躍を果たしたことで同年オフには2年契約、年俸1億7000万円出来高払いと、大幅な年俸アップを勝ち取った。対談が濃厚となった際には、指名打者性がある、パシフィックリーグ球団が獲得に乗り出すことは確実。 福岡ソフトバンクホークス東北楽天ゴールデンイーグルスなど複数球団による争奪戦も予想されると報道されたが、高年俸、を高齢がネックとなり実際にはオファーはされなかった。当時、中日スポーツの電話取材ではまだ日本でやりたいという気持ちが強い。他球団からのオファーを待つと語っている。また2009年5月には阪神タイガースが 打撃不振の新外国人、ケビン・メンチの代役候補として、ウッズやフリオズレータの名を挙げていたが、球団はクレイグ・ブラゼルと契約したためウッズ入団は実現しなかった。2010年プロ野球シーズン開幕前に、テレビ番組収録のため来日して退団後初めて、名古屋ドームを訪れ、時代の4番であるトニー・ブランコラを激励した。中日退団後は、 フロリダで不動産業を営んでおり、正式な表明をしてはいないが野球選手としては完全に引退状態にある。2010年11月には、中日スポーツの取材に対し、パリーグよりよく知っているセリーグの方が力になれると、語り、セリーグ球団からのオファーがあれば検討する意思を示したが、オファーはなく、現在に至るまで復帰していない。2020年には、 フロリダ州タンパで牧場経営を行っており、牛を飼育していることが公表された。韓国時代から打撃に起伏がなく大きな短所がない。他の選手と異なり大舞台でも緊張せず普段通りの力が出せる点に加え野球に真摯に打ち込む誠実な態度が高く評価されていた。持ち味のパワーは高校時代からのウェイトトレーニングの賜物である。 高校時代にはアメリカンフットボールを経験しており、アメフトで鍛えた体が、後の日本球界での活躍につながった。そのパワーは、金本智明が横浜時代にライナーで名古屋ドームのレストランに直撃させたと証言し、広沢克美が多分横浜に来た選手で、バックスクリーンを越える選手はいなかったと、太鼓盤を押すほどであった。 2003年6月8日の巨人戦では、工藤清康からバックスクリーン右のスタンドを飛び越える本塁打を放っている。この時点で2003年シーズン19本中5本目の場外弾となったため、あまりのパワーに、球団も自己防止のため横浜スタジアムの場外に警備員を配置することを急遽決定、横浜の新名物として盛り上がった。特に、 中日時代に結果を残した背景には、落合博光監督の配慮によるストレスフリーな環境があり、試合日以外は完全に自由時間であった上に、遠征先で、雨天中止になると自宅への帰宅を落合に許可された。落合は、あいつは放っておいても成績を残すよ。だから、自由にやらせているんだと語っていた。30代半ばになると、 腰痛防止のために宿舎に低反発マットレスを持ち込んで体のケアに努めていた。ウッズが日本球界にやってきた2003年は松井秀喜がメジャーに流出した年であり、ちょうどセリーグを代表するホームランバッターの系譜を松井からウッズが継承した格好となった。ドレッドロックスが特徴で好物はキムチラーメン、もつ鍋。アレックスカブレラとは メキシカンリーグ時代からの窮地の中である。同じアフリカ系アメリカ人のシェリル夫人と一人の息子がいる。私生活では、ヌードルと名のついたイングリッシュコッカースパニエルを飼っていたが、これは前の飼い主がつけた名前をそのまま使っていたものである。本塁打を打った後、ホームベース付近で右手剣で胸を2回叩き、顔を上に向け右手人差し指に口付けをする。 これは、ホームランを打つ肉体を作ってくれたことに対して、神に感謝するという意味を込めていると言われている。同じアフリカ系アメリカ人のタイガーウッズと、名前、イニシャルが似ているため、横浜入団直後の2003年2月に、ギノワン春季キャンプフリー打撃練習で、特大本塁打を放った際にはは、タイガーウッズを引き合いに、浜のウッズもタイガーウッズ張りの飛距離だ。 202メートルのスーパーショットと報じられたほか、2003年6月10日には、読売新聞東京有観でセ、セリーグ本塁打大争いのトップを走るタイロンも飛ばすことでは、タイガーウッズに負けていないと報じられた。中日入団決定時に中日スポーツ紙で、タイガーウッズ選手が、中日入団決定と、名前を間違えて報じられた。 誤解を招かない要求上のアナウンステレビでの故障ともに単にウッズではなくタイロンウッズとフルネームで呼んでいる。2003年発売の週刊ベースボールの選手名刊号によると初めて覚えた日本語は水ください。日本にいる年数が長くなるにつれて日本語も上達してきて報道陣に会うとウスと挨拶したり日本語に直すと 私の名前はモリネ、筋肉モリモリよと冗談を言ったり、ヒーローインタビューで、そうですね、あの、と、日本語で答えようとすることがあった。本人が、週刊ベースボール2003年6月23日号の独占インタビューで語ったところによると、アメリカ球界の場合チームがその選手にどれだけお金を、 使ったかという政治的な事情が考慮されて、試合に出場するメンバーが決まるが、韓国球界や日本球界は、チーム内で、調子の良い国を、ゲームで使う意識が根付いているとのことである。政治的なことを抜きに出場機会が決まる環境は、自分にとっていい環境なのではないかと本人は考え、アロンゾ・パウエルからも、日本はいい国だぞとかねてより聞いていた。 中日に移籍後、その長打力から巨人の星に中日の選手として登場してくるアームストロング・オズマに例えられることがあった。ただしオズマは左打ちで、ウッズは右打ちである。東海ラジオ・ガッツナイターには2005年はタイトルコールとジングル、2007年からはジングル・ガッツナイタースペシャル時のタイトルコールに登場している。スコアボードの T ・ウッズという表記は 中日移籍後もそのまま引き継がれた。応援時のコールもタイロンが引き継がれた形だが、これはウッズがコールしづらいからということもある。中日のウッズの応援では、応援歌に入る前に、施設応援団による入場テーマが演奏され、それのリズムに合わせ、メガホンダンス、T ーコールをする応援がある。ちなみに、T はウッズが中日入団の際、インタビューで、ファンには、 何と呼んでほしいとの問いに答えたものである。原曲はエミネムのウィズアウトメ。打席に立っている間は、現在の本塁打数だけ、背番号と、セネームを模したボードが、外野応援席に立てられる。中日移籍後の2005年4月の試合ではユニフォームを忘れたためにブルペンキャッチャーの藤井祐氏のユニフォームを借りて、背番号。 97で試合に臨んだこともあった。2005年5月5日、対ヤクルト6回戦、5回裏の打席で、顔付近への投球に起こり、さらに藤井修吾から舌を出して、挑発をされたと受け取り、同投手の右方を殴って、退場処分になり、10試合の出場停止と50万円の罰金処分を受けた。これに関しては、 2005年4月6日の対ヤクルト戦で3番手投手の五十嵐両太の投球を左手小指に受け骨折させられていた中でもチームのために出場を続けていた状況下で同じように前日の対ヤクルト戦で死球を顧り見ない内角高めのコースを攻め続けられた配球に対して怒りを示しておりその変化のない危険な配球も伏線につながったと考えられる この時は二塁ベース上の立浪和義らグランドにいた、選手が止めたので事なきを得た。出場停止の影響で、その時点で首位を走っていた中日が直後に始まった、交流戦で大きく負け越し、この年の優勝を逃す結果となった。ウッズの抜けた穴は大きく、交流戦で連敗している間スポーツ紙には、ウッズショックの見出しが踊った。 なお藤井は2008年3月5日更新の自身のブログにおいて、ウッズとのツーショット写真を掲載し和解している。2006年6月4日の対楽天戦で、フルキャストスタジアム、宮城発のエンタイトルツーベースを放った。2006年のオールスターゲーム中に、名古屋球場での練習中スキンヘッドを披露した。 これは残って一緒に練習していたチームメイトから驚かれた。背番号の44は少年時代の憧れの選手だったレジー・ジャクソンにちなんだものとされている。一説には1944年に締結されたブレトン・ウッズ協定にちなんでという説もあるが詳細は不明。また在籍した横浜、中日ともに対談後の背番号44は 小池正明が、いずれも継承している。2006年は3.4番を組んで、以降、福留光介と共に、f w 法と、中日スポーツで名付けられたことがあった。また、和田和弘が移籍してきた2008年は、w w 法と名付けられた。2007年に、日本一になった際、MLB では、一般的だった、チャンピオンリングを作ってほしいと報道陣に語った。 ことがある。当初は制作予定はなかったが後に球団が制作することとなった。日本では他に2005年に千葉ロッテマリーンズが日本一になったのを記念して制作し、選手やスタッフに贈られたことがある。ありがとうございます。